皆さんどうもこんにちは、鈴木ロムです。今回はモデルの方がまだ完成してはないんですけど、いい感じになってきたので、そのモデルの紹介の方と、あとはそのモデルのひらひらの部分が結構うまくいったので、そっちの方を紹介していけたらいいなと思っています。それでは早速見ていこうと思います。ではまず、どのモデルかと言いますと、どのモデルの方は、こちらになります。で、見て分かる通りのモデルなんですけども、このモデルの、このヒラヒラの部分ですね。このヒラヒラの部分の、作り方。この、ヒラヒラの部分の、作り方とか、あと、ウェイトの塗り方を、メインにやっていけたらいいなと思っています。では、まず最初に、この合体の配置なんですけれども、体をまずこのように基板にして、後ろのマントの部分と、あと横のヒラヒラの部分を、このような感じに置いています。で、この合体は、全体のモデルが隠れるような配置に、なっています。で、まだ、髪の毛の部分の合体はつけてないので、まだないです。で、続いて、ウェイトですね。はい、このヒヤヒヤの部分だけを、表示させるようにして、見てみると、はい、ウェイトの塗り方は、こんな感じになっています。これだけ見ても、全然わかんないと思うので、後で、動画の後半の方に、このウェイトの塗り方の解説を入れておきます。はい、こんな感じで塗っています。で、上のこのマントの部分も、これと同様な感じに、塗っています。今こんな感じですね。で、ウェイトの値と、紹介したらと、さっき見せた、合体の、ヒラヒラの部分ですね。合体の関係なんですけども、まず、この、後ろのマントの部分ですね。このマントの部分は、合体は、全部質量は同じ値で、移動減衰と回転減衰をそれぞれ、0.99 にしています。完全に1にしちゃうと、移動減衰と回転減衰かかっちゃっても、動きがものすごく遅くなります。で、本当に変な感じになっちゃうので、0.99 で抑えています。で、続いて、このヒラヒラの部分が結構複雑になっているんですけども、質量は全部同じです。質量は全部同じなんですけども、移動減衰と回転減衰の値が少し今違っていきます。まず移動減衰と回転減衰の、最初の部分ですね。この、一番最初の、付け根の部分は、回転減衰と移動減衰を低めに設定して、でそれから、中間ですね。この中間部分を、大体真ん中の値にして、一番最後の、この端っこの部分ですね。ここを、0.9999 にしています。こうすることによって、ですね、このモデルが動いたときに、
ふわっとした感じに、まあ、演算してくれるので便利です。まあ、端っこを、0.9999 にして、でその後真ん中の部分を、回転減衰と移動減衰をそれぞれ、まあ、0.5 から0.7 の間に設定してあげると、結構、まあ、スムーズ、ふわっとした感じになると思います。で、ジョイントの設定なんですけれども、まあ、このマントの部分が、はい、全部同じ値でこのような感じになっています。で、まあ、このヒヤヒヤの部分のジョイントなんですけども、この、ここはあれですね、最初の一番最初の、この付け根の部分ですね。この付け根の部分だけ、回転させずにいて、あとは全部、この値になっています。基本の値から、まあ、Z 軸が20度になっただけですね。はい、それでは、まあ、まず、まあ、ウェイトの塗り方を紹介していこうと思うんですけども、ウェイトの塗り方は、まあ、絵で説明すると、本当に大まかな感じでこうなります。赤の部分が、まあ、その影響力 1100% の部分で、青の部分がウェイト0の部分ですね。で、こう塗り方は、上の方にボーンが、まあ、この部分ですね。ここの部分に、まあ、ボーンが入っていたと。まあ、ボーン、この ボーンのボーンを選択して、まあ、ウェイトを塗っていくっていう作業をするときに、赤は、まあ、上の方を 100% にして、途中の部分から、まあ、どんどん、値を、まあ、90、80、70、60、50というのを下げていって、で、この境目部分、ですね、この線引いてある部分が50になります。でそこからまた、40、30、20、10、0という風に、ウェイトを塗っていきます。なので、まあ、紫の部分が、ウェイトの値90から10の間だと思ってください。で、このように、まあ、視点は塗っていくと、まあ、このモデルのこれの、ヒヤヒヤの部分の、はい、このウェイトの、まあ、塗り方になっていきます。まあ、実際に、これの値を、まあ、見てみると、でまあ、塗られている部分はここなんですけども、で上の、一番上の部分が50。で、それから次、二段目の部分が60。という風な塗られ方をはしています、これ。で、この赤い部分ですね。この真っ赤になっている部分が100で、ちょっと薄くなっているのが、その紫の部分になります。で、まあ、このようなウェイトの塗り方をするときに、気をつけることは、まあ、まず、ここの一番上のボーンのまあ、ウェイトを、まあ、まずここから、0から100までつけたら、100の部分から、この奥のオブジェクトまで一気に全部塗っちゃいます。で、塗った後、次に、この下のボーンを選択して、で、下のボーンから、また、まあ、この境目を50にして、50、まあ、こっち今30、10と20ずつ飛ばして塗ってるんですけど、まあ、そのように塗っていった後、この下の部分、また、この境目が100になっているので、
この境目100から今のところにバーッと全部100で塗っていきます。で、これを繰り返していくと、まあ今これが結果なんですけども、見ての通り中心の部分だけ100になって、あとは下は全部まあ100じゃない値になっているのがわかると思います。まあここの中心の部分が100で、まあさっき上にこのように塗った部分が、まあここは、50、40、30、20、10って塗ってあった値、それから、このようにまあ上に塗った分が、まあ自動正規化で引かさって、ここの部分も、少しまあ薄くなっているっていう感じになります。この塗り方をすると、この上の部分のボーンと下の部分のボーンで、綺麗に、自動正規化がかけられるので、まあ、このヒヤヒヤ塗るときには、使ってみてください。まあ、実例やってみるとすると、まあ、一回やってみると、そうですね。まあ、まず、この上のボーンをこのように選択したら、まあ、ひとまず、この、100で一回このように全部バーって塗っちゃいます。もう、ここまで、このような感じで塗って大丈夫です。で、まあ、このように塗れたら、次に、二つ目の棒をこのように選択したして、で、それから、まあ、これ、すごい見づらいんですけど、まあ、この関節の部分ですね。関節の部分を境目に、ウェイトを塗っていきます。関節の部分、まあ、ここなので、ここを50で、このように塗ってあげて、で、そしたら、ボーンのとこに、まあ、このように上に行くので、まあ、ここは、ですね、まあ、40で塗ってあげます、上は。で、その次、こう塗ってあげたら、上の部分。まあ、今回は30飛ばして20でも全然大丈夫なので、まあ、今回は20で塗ります。まあ、気になる人は、ちゃんと、まあ、ここの頂点の距離を計算しては、このウェイトの配置とかやってみてもいいんじゃないかなと思います。で、最後に、端っこの部分を、このように今10で、バーッと塗ってあげたら、今度、さっき100、まあ、ここ今50で、まあ、仕切った部分あるので、その50で仕切った部分から、この下の部分ですね、ここを100にします。そしたら、ここを全部、バーって塗っていきます。はい。まあ、この繰り返しになります。まあ、これを最後までやっていくと、綺麗なヒヤヒヤの、ウェイトが塗れます。で、その時に、注意なんですけれども、ここの頂点の関節部分、今50で塗ったので、上の部分と、下の部分で、この関節の部分は、50の値が値で塗られています。なので、この3本目の1個下の部分、ここで、このさっき塗った、この関節の部分ですね。まあ、ここに、ウェイト、はい、まあ、こうなったので、ここに、ウェイトを10で塗ってしまうと、はい、このように、さっき50で塗った値が、すべて消えて、0になってしまうのがわかると思います。なので、ここ、まあ、二つ以上のボーン。まあ、要は三つ。ウェイトを塗るときに、三つの頂、まあ、ボーンが、この一つの頂点に絡んじゃうと、どっか一つ、このようにウェイトが消えてしまう部分があるので、ウェイトの、この親子関係、といいますか、ウェイトが塗られているボーンの数は二つまでにしといてください。そうしないと、
で、このようなことが起きて、本当に動かすと、この、選択されてない部分が、ガタガタになってしまうので、まあ、気をつけてください。まあ、ウェイトの塗り方はこんな感じです。ウェイトの塗り方で、まあ、気をつける部分。まあ、まず塗り方は、まあ、0から50までの値を、最初に、関節棒まで塗ってあげて、で、この関節の部分から、まあ、外側、まあ、自分の、まあ、ボーンですね、まあ、関節から自分のボーンに行くところは全部100円塗ってあげる。で、その次に、次のボーンを選択して、上から、また、まあ、0から50までの値を塗ってあげて、を繰り返していくのと、あとは、このウェイトを2つ以上、まあ、3つですね。3つ以上の、ボーンと、まあ、ウェイトを共有しない。このことが大事になってきます。まあ、今回は、そうですね、まあ、ウェイトの塗り方をメインに伝えたかったので、まあ、この説明が分かりづらかったら、まあ、もうちょっと、まあ、どこが分かんなかったなど、具体的に教えてくれたら、まあ、コメントではなく、まあ、動画でも作って、説明しようと思うので、まあ、コメントくれたら嬉しいです。あとは、まあ、徐々に今投稿頻度が落ちているんですけれども、まあ、夏は結構時間があるので、まあ、その時に、たくさん動画を作っていけたらいいなと思っています。まあ、あとは、ですね、もうそろそろ、まあ、ゲーム作りたいなと思っているので、まあ、ゲーム制作もやっていけたらいいなと思っています。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。